大変長らくお待たせしました。舞台は東京、時は来年7月、ぜひ一緒に東京を動かしていきましょう。その流れをもっともっと大きなものにしたいなって思います。そこから日本は再生が始まるような気がしているというところです。皆さんの奮起に期待をします。もう同説が26000ぐらいになってるからね、これだけ聞いて今日寝ようみたいな方いらっしゃいます？今後石丸信二が取り組もうとしている活動、舞台は東京都、新宿区でワインバーを開こうかなと思ってます。今の時流的にこれじゃないですか。新宿のワインバーが今日本で最も熱い、ね、政治ネタじゃないですか。気になりません皆さん、新宿のワインバーって。ね、政治家が集うワインバーっていうのを、ね、オープンして。結構カジュアルなワインバーがいいかなっていう。パーカーとかでも入ってきやすいような。うん、まあ深夜までね、もちろん開けたいですね。いや、今日はどう考えても、ね、この話でしょ。玉木のアホですよ。何かというと、今、玉木さんのことを罵倒したんですけど、玉木さんのためを思えば、とことん叩きのめした方がいいんです。この局面は。その方がリカバリーが早くなりますので、多分この情勢だと特に。なので、まあ、玉木のアホがとか、ちょこちょこっと言って、よかったら、まあ、使ってください。で、本当に言えば、なんだろうな、もうやめて、ライフはゼロよぐらい、僕がボッコボコにする。うん。ありとあらゆる手を使って。ね、それこそ、こいつマジ人間をとしてそんなに言うなよって、逆にね、僕がやばいやつって思われるぐらい、とことんやると、玉木さんの相対的にこうちょっと見方が、ね、良くなるっていうのがあるんですけど、そこまでやる義理もないかなと思って、一瞬考えたんですけど、うん、玉木さんをね、こうなんかサルベージするなら、そういうショック療法も、まあ、なかないんですけど、あえて僕はやらなくていいかな。でも、まあ、そういうことなので、支持されている方においては、変にかばうよりも、ここはもう、なんだろうな、悪抜きさせといた方がいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、ワインバーネタぐらいでいじられるのをしばらく耐えれば、うん、まあ、やがて忘れうるというか、本質的には政治家の活動じゃないはずなので、今出てる情報だけだとね。で、何回も改めて言っておきますけど、不倫を擁護している、正当化しているものではないですよ。うん、それがダメなのはみんな知ってる話じゃないですか。ただ、その政局に関わるという観点で論ずれば、うん、あ、それこそ、これ、僕10月30日のライブ配信で、高橋さんと漫画の話をしたはずです。梶竜介の義。その梶竜介の義って、まあ、不倫をしてるシーンから始まるクソ漫画なんですけど、ごめんなさい。金広健さん。金広健さんだっけな。金広さんだよね。クソ漫画ってのはちょっと設定がね、良くないですけど、終盤で、実は今僕が話したようなシーンが出てくるんです。何かというと、そのカジが、なんだっけな、外務大臣か防衛長官という立場でありながら、アメリカ・ワシントンに行って、結局そこでも不倫するんですよ、浮気か。現地の女性ジャーナリストと、リンダだったかな。リンダとか。で、そのシーンがね、またまんまと現地のメディアに写真撮られちゃうっていう、丸けなシーンがあるんです。で、やばいってなって、で、その女の子、リンダとカジが慌てるんですけど、その写真を撮ったジャーナリスト、男性、おっさんは、その写真とネガをカジに渡すんです。自分には用がないからって。で、そしたらリンダが、そのジャーナリストに、なんでって聞いたら、いや、俺は自分の手柄より、梶裕介という政治家が日本に必要だから、そっちを優先するんだっていう。個人の利益じゃなくて、国益を優先させる、そんなアメリカ人だぜみたいなシーンがあるんです。それを思い出しました。すごいですよね。玉木さん、ここで回収してしまった伏線を。10月30日の伏線を。だから玉木さん自身を個人の行いを是認することはまあしないですけど、ただ、玉木雄一郎という政治家が、国のために何か成してくれるだろうというのを考えれば、期待すれば、これで足引っ張って失脚させようっていう気には僕はならなかったっていうだけです。はい、僕はね。でも、それこそ投票した人、支援した人、ご家族においてはもちろんですけど、非難はあってしかるべきというか、それは自由なので、そうしたらいいんじゃないかな。僕の見解としては、国益を優先させたいので、個人的なあれで、法に触れてもないと思いますし、はい。っていう優先順位です。いずれにしても11月の下旬にリアクで玉木さんと対談、今度はさせてもらえるみたいなので、はい、そこでしっかりね、元は取りたいなと思います。いやー、もう2025年が間近ですね。というわけで、皆さん3万6000人も引っ張りました。大変長らくお待たせしました。石丸信二がこれから何やっていくかをそろそろ発表しようかなと思います。ワインバーはね、そのうち機会があったら挑戦したいなと思います。けども、舞台は東京。時は来年7月。東京都議会選挙に向けて地域政党を作ろうと思います。なので、東京都議会議員になろうという方、興味関心のある方は、準備を始めておいてください。詳細については、1ヶ月後ぐらい、12月中には発表します。きちんと記者会見を開いて、はい、皆さんにご説明したいと思います。とりあえず今日は、そこぐらいまで、はい、頭出しっていうやつですね。もう一回お伝えすると、都議選で地域政党を設けようと思います。なので、都議になれる、都議選の立候補の要件は、東京都民であることです。3ヶ月以上進めば被選挙権は得られるので、今住んでる方、もしくは、来年の7月だから、4月、3月ぐらいまでに引っ越す予定のある方は、その権利があります。はい。これまでの、今の都議会に満足してる方はいいんですけど、そうではない方、自分だったらもっとうまくできるんじゃないかな、あるいはこうすべきだ、こうあるべきだという思いがある方、ぜひ一緒に東京を動かしていきましょう。皆さんの奮起に期待をします。はい、というのが今後の活動になります。東京都は全部で55だったかな。この前調べたの忘れちゃったな。選挙区あるんですよ。で、1人の定数のところもあれば、練馬とかだと多分7とか、人口によって枠が大小あるんですね。で、確かどこからでも出れるんですよ、東京都民だったら。ただ、基本的には自分が住んでる場所か、まあ、何か縁がある、出身地とか、勤め先があるとかがいいんじゃないかなとは思います。まあ、なので僕だったら昔練馬に住んでたので練馬区か、会社があったので千代田区とか。まあ。皆さんがね、結構な割合政治に、都政に関心を持ってくださったんじゃないかなと思うので、その思いをぜひ形にしていきたいなと。で、そしてそれを力に変えていきたいなと思います。いや、本当にこの流れでいけば、東京は動かせると思いますし、東京が動けば日本が動きます。これは東京都民だけじゃなくて、全国民が期待できるイベントになるはずです。で、その主役は次、紛れもなく都民の皆さんなんですよ。東京都議会議員は127人もいるんですよ。ね、皆さん、その人数さえ知らなかったりしません？ね、自分の地元の都議が何ていう名前の方か知ってます？ね、何党の方がいるとか、いないとか。ちょっとそれらをまたみんな気にしてみてください。この前、衆院選があって、で、国政で言えば来年の7月に参院選があるんですけど、国政は一旦忘れましょう。はい。あまりにも扱うテーマがでかすぎる。もっともっとシンプルに地方自治っていうのは考えられるし、考えるべきだと思ってます。そのために皆さんの力を必要としているという状態です。なんか、別に一つの党に肩入れしてるわけじゃないんですけど、国民民主は次の参院選に向けて党員を募集しますとかやってましたよね、確か。とりあえず国民民主は都議選には出んなって、玉木さんになんか嫌がらせしながら要求しよう。ねち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 。ワインバーで説得しよう。今日めっちゃ僕嫌なやつだな。1時間20分にわたって国民民主党の党首をつつくっていうね。どうですか、東京都民の皆さん。もうよし、じゃあ自分出ようかなとか言う人います？ちょっと気になった人、東京都議の待遇とか調べてみてくださいよ。結構いいですよ、東京都議。で、大体どこの議会も年間60日ぐらいが実動なんで、だって年4回しか定例会ってないんですよ、議会って。基本的にはね。で、副業もできますし、直接、東京都議なら、東京都と関わる事業をしてなかったら、別にビジネス他にやったっていいんですよ。田舎の市議会議員なんて、ね、大体農家とか、家業をやりながら議員やってる例多いですからね。ちょっと建設業とかは難しいと思います。まさに地元の事業を公共事業を受注する側なので、それで議員は兼業は難しいんですけど、そうじゃなかったら全然副業、まあどっちが副業って表現難しいですけど、はい、やってる人いるので、うん、まあ銀行員だとちょっと厳しいかな。うん、年間60日だと有給足りないですかね。でもそうじゃない人なら、年間60日ぐらい、なんとかやりくりできるんじゃないかな。はい。という話でしたね。よかったらネット記事にでもしてみてください。うん、地域政党って、今もうすでに全国に、まあ、ありますし、これから増えていくのかなと思うんですが、その流れをもっともっと大きなものにしたいなって思います。そこから日本は再生が始まるような気がしているというところ